日本グランプリ、四輪。日本グランプリ、日本グランプリ、または日本グランプリは日本で開催される自動車レースの名称である。国内自動車レース界における最高位のレース、グランプリとされる。1963年から1969年、1970年は中止。1962年に鈴鹿サーキットが完成し、 1963年5月に第1回日本グランプリ自動車レース大会が開催された。このレースは日本における本格的な自動車レースの始まりとされる。第2回までは市販車を改造したツーリングカーやスポーツカーを中心に排気量ごとにクラス分けして行われた。1966年の第3回大会より富士スピードウェイに舞台を移し、 プロトタイプレーシングカーの耐久レースとなり、TNT、トヨタ、日産、タキレーシングのビッグマシン対決などの話題で盛り上がった。1970年には日産がハイガス対策の開発に集中したいとの理由から、日本グランプリの参戦取り止めを発表。トヨタもそれに追随したため、日本自動車連盟、JAF はこの年の日本グランプリ開催断念。 スポーツカーによる日本グランプリは終焉を迎える。1971年から1976年、1974年を除く。1971年から日本グランプリはフォーミュラカーレースとして再スタート。1973年からは全日本 F2 戦選手権シリーズの一戦として開催された。1974年は オイルショックの影響で中止になったが、1976年まで同形式で開催された。1977年、1976年には日本で初めて F1 シリーズ戦が富士スピードウェイで開催されたが、F1 日程決定時にすでに全日本 F2 戦、選手権最終戦、日本グランプリが組み込まれていたため、 F1 日本グランプリではなく F1 世界選手権 in Japan と命名された。1977年は晴れて F1 日本グランプリとして開催されたが、レース中に観客死亡事故が発生。この影響などにより、翌年から F1 選手権日本ラウンドの開催は中断し、日本グランプリを冠したレースは10年間行われなかった。1987年からは、 鈴鹿サーキットでフジテレビジョン日本グランプリと題して再び開催されるようになった。日程的にシリーズ終盤に開催されていたためチャンピオン争いが佳境にあることが多かったことでドラマチックなレースが展開されることが多かった。ハッピーマンデー制度が導入された2000年以降は体育の日を含む3連休中にレースがやれることが多い。 1987年から鈴鹿サーキットで開催されてきた F1 日本 GP だったがコースの安全性や施設の老朽化が問題となり2005年に大幅なコース及び施設改修を行い近代的なサーキットに生まれ変わったシスピードウェイが招致に名乗りを上げたこともあって2007年からは30年ぶりに富士スピードウェイで開催されることとなったその後 鈴鹿サーキット側が2008年以降の鈴鹿での開催再開を熱望し、フォームと交渉を続けていたが、2007年9月8日に、フォーム、鈴鹿サーキット、富士スピードウェイの3社が2007.2008年は、富士、2009年は、鈴鹿で開催することを発表した。2010年以降については、富士と鈴鹿で、各年開催の予定であった。これは、 FIA、国際自動車連盟が、ドイツやイタリアでの GP と同様に、F1 の開催を完全に1カ国1開催の原則を通し、新規開催国での GP を増加させたい意向である、ことも背景にあると思われている。この状況下、2009年7月7日、富士が2010年の開催中止を発表した。それにより2010年の日本グランプリの開催については、 不透明な状況になったが、2009年8月23日、モビリティランド、鈴鹿サーキットの運営会社が、2010年の F1 日本 GP を鈴鹿で開催する契約フォーム、フォーミュラワンアドミニストレーションと締結した旨を発表した。これにより2010年と2011年の F1 日本 GP は、鈴鹿で開催されることが正式に決定した。 2007年3月にフォーアのバーニー・エクレストン会長が早ければ2008年からの日本グランプリは夜間開催にしたいという意向を示した。これはフォーアとしては時差の関係で日本を含めアジア・オーストラリアでの開催ではヨーロッパでの放送が早朝帯となり停止調律となることからこれを解消するために今後夜間開催を推進していく考えであるというものである。 しかし、実施にあたっては、夜間照明設備の整備を行う必要や、安全面での問題が出てくるため、夜間開催実現にはまだ右翼曲折があるものと見られる。2011年3月に鈴鹿との開催契約は2018年まで継続されたが、2017年にエクレストンからリバーティメディアへ F1 の運営権が変わったことや交づする、観客動員の減少傾向もあり、 2019年以降の開催が危ぶまれたこともあったが、2018年8月31日に2021年までの開催継続が決定したと発表された。ただし、正式名称が変更される。マークはドライバーズチャンピオン決定です。以下は観客数。マウスポイントを棒グラフの各要素に合わせると、各年の数値がポップアップする。 2004年は台風第22号の影響で土曜の予選を日曜午前に延期し土曜を除く2日間の開催2007年と2008年は富士スピードウェイでの開催2006年の36万1人決勝日は16万1人を頂点に観客数は減少の一途をたどり2017年には過去最低の13万7千人 同6万8000人まで落ち込んだが、2018年は、前年を上回る16万5千人、同8万1人を記録し、減少傾向に、歯止めがかかった。日本グランプリの冠スポンサーは、鈴鹿初開催の1987年から、フジテレビジョンが務め、一つのグランプリの連続契約年数で、F1 史上最も長いパートナーシップだったが、 金融危機に発する経済不況等のため、2009年をもって、ンスポンサーを降りることになった。2010年から2015年まで、ンムリスポンサーが不在だったが、2016年は、エミレーツ航空が、ンムリスポンサーとなった。2017年は再びンムリスポンサーが不在となり、2018年は、ホンダ技研工業、ホンダが、ンムリスポンサーとなった。 この富士テレビで放送される日本グランプリを PR するグリッドガールが存在していた。毎年オーディションで選出され、その中からグランプリと準グランプリを選出しプロモーション活動を行っていたが、2008年と2009年はその位置づけが行われなかった。なお、開催当日は下記のメンバーに加え、さらに十数名のグリッドガールがレースに参加していた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。